意識を取り戻した時、僕は誰よりも大切な相手であるキリトとアリスに剣を向けていた。けどそうと気づいても頭の芯に突き刺さる冷たいトゲは消えなかった。トゲはおそらくエルドリエの額に刺さっていた紫色の水晶柱と同じもの。そのトゲからは最高司祭様のために目の前の敵を倒せという命令が絶えず発せられて、思考を縛ろうとしてやむなく青バラの剣の記憶解放術を発動させて大切な二人を氷に閉じ込めた。トゲの命令に抗いながら戦いを中断するにはもうそれしかなかった。こうして本来の意識を保っていられる時間はもうあまり残されていないだろう。自分が消えてしまう前に僕は罪を償わねばならない。その方法はたった一つ。ほひほひ。5分でも10分でも時間を稼げれば上出来と思っていたら、生きて戻ったとは驚きですね。おやまあ、せっかく芸家に賜った鎧を派手にぶっ壊しちまいましたね。まさか反逆者どもにやられっぱなしで逃げ帰ってきたわけじゃないですよね、32号。反逆者2人は氷の中に閉じ込めてきました。元老長閣下。ほうほう、氷に閉じ込めた。それは結構ですけどね、きっちりとどめは刺したんでしょうね、32号。いえ、とどめは刺していません、元老長。反逆者を足止めせよとの最高司祭様のご命令でしたから。いけません、いけませんね、32号。私を呼ぶときは元老長閣下と言いなさい。閣下ですよ、閣下。次に閣下をつけ忘れたら罰としてお馬さんになってもらいますよ。私を背中に乗っけて四つん這いでハイドウハイドウですよ。それでは私も芸家のご命令を遂行してきますかね。教会に立てつく腐れ騎士どもはすぐさまディープフリーズ、これが芸家のご意志ですからね。おっと、お前はそこで待機してなさい、32号。邪魔者がいちゃ楽しめませんからね。最高司祭様。お帰りなさい、ユージよ。ちゃんとお使いを済ませてくれたのね。はい。さあ、こっちにいらっしゃい、ユージよ。約束通り、あなたの欲しいものをあげましょう。あなた一人だけの愛を。はい。でもその前に、もう一度ちゃんと顔を見せてちょうだい、ユージよ。おあつらい向きに記憶の穴があったからそこにモジュールを挿入してみたけど、横着は良くなかったかしらね。やっぱりまだ少し不安定みたいね。仕方ないわ、シンセサイズし直すことにしましょう。ご褒美はその後でね、ユージよ。動かない。それに頭が変な感じだ。そう、そのままじっとしててね。今からあなたの額に入れたパイエティモジュールを抜き取るから、
取れたわ。このモジュールは完成したばっかりの改良型なの。私と教会への忠誠心だけじゃなくて、イマジネーションを強化するための回路も組み込んでみたのよ。これをシンセサイズすれば、効率の悪い訓練なんかしなくとも、その瞬間から真意の力を使えるようになるわ。今のところは初歩的な技に限られるけど。今しかない。あとは体さえ動けば。またあなたの記憶を見せてちょうだい。今度こそ一番大切にしている場所にこれを埋めてあげるから。そうすればもう二度と頭が痛くなったりしないわ。それだけじゃない。くだらない悩みや苦しみ、飢えや渇きから永遠に解き放たれるのよ。さあ、さっき教えた術式をもう一度唱えて。今だ。カーディナルさんの探検をアドミニストレーターに。小道具をどこに隠し持ってたのかと思ったら、図書室のちびっ子の仕業ね。それは、そのおもちゃにメタリック属性を与えたのはちびっ子の失点ね。今の私の肌にはあらゆる金属オブジェクトは傷をつけられないの。かわいそうな子。せっかく約束してあげたのに。私に全てを差し出せば、その分もあなたを愛してあげるって。あなたがずっと求め続けていた永遠の愛、永遠の支配をもう少しで手に入れることができたのに。永遠の愛、永遠の支配。そうよ、ユージオ。私に全てを委ねれば、あなたを苦しめてきた渇きはたちまち癒される。あなたが抱え続けてきた不安や恐れは消えてなくなる。愛は支配し、支配されること。かわいそうなのはそんな風にしか言えないあなたの方だ。何？愛は支配することじゃない。見返りを求めたり、取引で手に入れるものでもない。花に水を注ぐように、ただひたすら与え続けること。きっとそれが愛なんだ。残念ね。氷教会に反逆した滞在人の坊やを許し、魂を救ってあげようとしただけなのに。あなたの救済など必要ない。僕は本当に大切なもののために戦う。それが答えなのね、坊や。いいわ。ならせめて苦しまないように殺してあげる。戻ってきたのか。いや、
何のために今まで生きてきたのか。早くここを封鎖しないと奴らが、あの悪魔どもが、32号、何をしているんですよ。早く下に来なさい。キリト。よ、ユージオ。来るなって言ったのに。俺がお前の言いつけを素直に守ったことがあったか。そうだね、君はいつもそうやってあれが最高司祭アドミニストレーターか。そうです。6年前と何一つ変わっていない。あらあら、この部屋にこんなにたくさんの来客があるなんて初めてよ。ベルクーリとファナティオはそろそろリセットする頃合いだったけれど、アリスちゃんはまだ6年くらいしか使ってないわよね。論理回路にエラーが起きている様子もないし、やっぱりそこのイレギュラーユニットの影響なのかしら。面白いわね。ねえアリスちゃん、あなた私に何か言いたいことがあるのよね。怒らないから今言ってごらんなさいな。最高司祭様、栄えある我ら聖豪騎士団は本日をもって壊滅いたしました。私の隣に立つわずか2名の反逆者たちの剣によって、そして最高司祭アドミニストレーター、あなたがこの塔と共に築き上げた果てしなき執着と欺瞞ゆえに、我が究極の使命は氷教会の守護ではありません。剣なき幾万の民の穏やかなる営みと安らかなる眠りを守ることです。しかるに最高司祭様、あなたの行いは人海に暮らす人々の安寧を損なうものに他なりません。黙るさい。大体ですね、騎士団が壊滅したとかちゃんちゃらおかしいんですよ。使えなくなったのはポンコツの1号2号を含めて10人足らずじゃないですか。つまり私にはまだ20も駒が残ってるんですよ。お前一人がガタガタ言ったところで教会の支配はピクリとも揺るぎゃしねえですよ、この金ピカ小娘。バカはお前ですか、カシ男。その丸い頭には脳みそではなく麦わらやボロ布が詰まっているのですか。残る騎士20名のうち半数の10名は最高司祭様の言ったリセット、つまり術式による記憶の調整で動かせないのでしょう。そして残る半数は今も飛竜に打ちまたがり果ての山脈で戦っています。彼らを呼び戻すことなどできはしない。それをした途端に山脈の北西南を貫く洞窟と東の大門から闇の軍勢が押し寄せ、氷教会の支配は崩れ去るからです。いえ、すでに崩れかけている。10名の騎士たちとその飛竜たちも永遠に戦えるわけではない。しかしカセドラルにはもはや交代要員は残されておりません。それともチュデルキン、お前がダークテリトリーに赴き
豪遊を誇る暗黒騎士たちと一戦交えますか。小賢しい、それで一本取ったつもりですか、小娘。ふん、やっぱり論理回路のエラーじゃなさそうね。それにパイエティモジュールもまだ機能しているとなると、あの者が施したコード871を自発的意思で解除したのかしら。突発的な感情ではなく、ま、これ以上は解析してみないとわからないわね。さて、ジュデルキン、私は寛大だから、下がりきったお前の評価を回復する機会をあげるわ。あのようなクソ虫3匹、ゲーカに荒らせられましては小指の一押しでぶっ潰せますもの。わざわざ修正にその喜びをお与えくださる寛大さ、修正泣けます、泣けますですぞ。ま、適当にやって。は、はい、修正、視力を尽くしてご期待に応えますぞ。チュデルキン、お前の信念なき技など空気で膨らませた紙風船に過ぎません。お前と同じように。違う、私にだって信じるものはあるんですよ。それはズバリ愛、我が尊く麗しき最高司祭ゲーカへの偽りなき愛なり。最高司祭ゲーカ。なあにチュデルキン。小生、これより神明を閉じて反逆者どもを殲滅いたしますよえ。それを成し遂げた暁にはゲーカの、ゲーカの尊き恩美をこの手で触れ口づけし、一夜の夢を共にするお許しを、何とぞ頂戴いたしたく。いいわよチュデルキン、創世神ステイシアに誓うわ。役目を果たしたその時には私の体の隅々までも人よお前に与えましょう。小生、ただいま無常の歓喜に包まれておりますよ。もはや小生、闘志万倍、世紀を追いつ、はっきり言いますれば無敵ですよ。システムコール、ジェネレート、まだ暗くないんだよ。
シュデルキンを甘く見ていたようです。残念ですが、あの実体なき炎の巨人は私の花たちでは破壊できない。防御に徹してもそう長くは持たないでしょう。つまりその間に俺たちがシュデルキン本人を攻撃するしかないってことか。その通りです。10秒どうにかして防ぎます。キリト、ユージ、その間にシュデルキンを撃ってください。だけよ、見苦しいから。なんということ。ま、退屈なショーではあったけれど、それなりに意味のあるデータも少しばかり拾えたわね。イレギュラーの坊や詳細プロパティを参照できないのは非正規婚姻から発生した未登録ユニットだからかなって思ってたんだけれど、違うわね。あなたあっちから来たのね。向こう側の人間。そうなんでしょ。そうだ。とはいえ俺に与えられた権限レベルはこの世界の人たちと全く同等で、あなたのそれには遠く及ばないんだけどな、アドミニストレーター。いや、クイネラさん。図書室のちびっこがつまらない話をあれこれ吹き込んだようね。それで坊やは一体何をしに私の世界へ転げ落ちてきたのかしら。管理者権限一つ持たずに。権限はなくても知っていることは少しばかりある。へえ、例えば。くだらない昔話には興味ないわよ。なら未来の話はどうだ、クイネラさん。あなたはそう遠くない未来にあなたの世界を滅ぼす。私が？私の可愛い人形たちを散々痛めつけてくれた坊やじゃなくて、この私が滅ぼすの？そうだ。なぜならあなたの過ちはダークテリトリーからの総進行に対抗するために聖号騎士団を作り上げた。いや、作ってしまったこと、それ自体だからだ。
いかにもあのちびっこが言いそうなことね。いっそ不憫だわ。そこまでして私を追い落としたいあの子も、うかうかとそれに乗せられた坊やも。お言葉ですが、最高司祭様、来たるべき闇の軍勢の総進行に現在の聖豪騎士団では抗いきれないとお考えだったのは、騎士長ベルクーリ閣下も副長ファナティオ殿もご同様でした。そしてこの私も。無論我ら騎士団は最後の一騎までも戦い抜き散り果てる覚悟でしたが、しかし最高司祭様には騎士団亡き後、婿の民人を守る手立ては終わりだったのですか。よもやお一人でかの国の大軍勢を滅ぼし尽くせるなどとお考えだったわけではありますまい。私は先刻あなたの執着と欺瞞が騎士団を崩壊させたと言いました。執着とはあなたが人界の民たちからあらゆる武器と力を奪ったことであり、そして欺瞞とはあなたが我ら聖豪騎士すら深くたばかっていたことです。この世界を民たちを守るために必要なことであったのならば今は咎めますまい。ただどうして我らの氷教会と最高司祭様に対する忠誠と敬愛すらも信じてくださらなかったのですか。なぜ我らの魂にあなたへの服従を強制するなどという汚れた術式を施されたのですか。あらあら、アリスちゃん、ずいぶんと難しいことを考えるようになったのね。私があなたたち聖豪騎士を信じなかったですって。ちょっとだけ心外だわ。とっても信頼してたのよ。歯車仕掛けでけなげにカタカタ動く可愛いお人形さんたちですもの。アリスちゃんだって大事な剣が錆びたりしないようにこまめに磨いてあげるでしょ。それと同じことよ。あなたたちにプレゼントしたパイエティモジュールこそ私の愛の証だわ。あなたたちがいつまでも綺麗なお人形でいられるように、くだらない悩みや苦しみに煩わされずに済むように。かわいそうなアリスちゃん、綺麗なお顔をそんなにくしゃくしゃにしちゃって悲しいのかしら、それとも怒っているのかしら。私のお人形のままでいればそんな無意味な感傷を味わうことは永遠になかったのに。安心してアリスちゃん、ちょっとおいたをしたくらいで怒ったりしないから。今あなたにそんな悲しい顔をさせてる記憶もリセットしてちゃんと消してあげる。何も考える必要のないお人形にちゃんと戻してあげるわ。確かに私は今胸を引き裂かれるほどの苦しみと悲しみを感じていますけれど、私はこの痛みを、初めて感じるこの気持ちを消し去りたいとは思いません。なぜならこの痛みこそが私が人形の騎士ではなく一人の人間であることを教えてくれるからです。最高司祭様、私はあなたの愛を望まない。あなたに直してもらう必要はありません。人形であることをやめた人形、それを人間とは呼ばないわよ。アリスちゃん、ただの壊れた人形に過ぎない。残念だけどあなたがどう思うかなんて関係ないの。私がシンセサイズすれば今のあなたの感情なんて何もかも消えてなくなっちゃうんだから。クイネラさん、あなたは管理者権限を持つ最高司祭だ。だがいくらあなたでも過去を好き放題編集できるわけじゃない。あなたもまた人の子として生まれ育った一人の人間であるという事実は決して消去できない。人間、人間ね。向こう側からやってきた坊やに言われるとなかなかに複雑なものがあるわね。つまり坊やは自分の方が偉いと言いたいの？アンダーワールド人ごときが生意気なってってことかしら。いやいや、とんでもない。大元のところでは同じ魂を持つ人間であることに違いはない。俺が言ってるのはあなたも人間である以上完璧な存在ではありえないってことさ。聖護騎士団が反対した以上、もし今ダークテリトリーの総進行が始まったら人界は滅ぶぞ。
あなたがこれまで苦心して維持、あるいは停滞させてきたこの世界は容赦ない破壊と暴力にさらされる。それを見た向こう側の者たちはこう思うだろう。今回は失敗だった、また最初からやり直そうってな。さすがに愉快ではないわね。この世界が私の知らない何者かに意のままにされるただの箱庭だなんてはっきり言われるのは。でもそれならあなたたち向こう側の人間たちはどうなのかしら。自分たちの世界がより上位の存在に創造されたものである可能性を常に意識し、世界がリセットされないように上位者の気に入る方向へのみ進むよう努力しているの。ちびっこに昔話を聞いたなら坊やは知ってるはずよ。私の存在証明はただ支配することのみにある。その欲求だけが私を動かし、私を生かす。この足は踏みしだくためにあるのであって、決して膝を屈するためではない。ならばあなたはこのまま人界が蹂躙されるに任せ、民なき国の支配者として名ばかりの玉座で一人滅びの時を待つつもりなのか。私はこのアンダーワールドをリセットさせる気はもちろん、最終負荷実験さえも受け入れるつもりはないのよ。そのための術式はもう完成しているの。喜びなさい。誰よりも最初にあなたたちに見せてあげるから。本当のことを言うとね、騎士団はただのつなぎだったのよ。真に私が求める武力には記憶や感情はおろか、何かを考える力すらもいらない。ただひたすらに目の前の敵をほふり続けるだけの存在であればいい。つまり人間である必要はないの。何を言って。愚かな道化だったけれど、チュデルキンも少しは役に立ったわね。長ったらしいこの術式を最後まで組み上げる時間を作ってくれたんだもの。さあ目覚めなさい、私の忠実なるしもべ、魂なき殺戮者よ。リリースリコレクション。これはまさか、ありえない。同時に複数の、しかも30もの武器に対してこれほど大掛かりな完全支配術を使うなど、術の断りに反しています。これこそ私の求めた力、永遠に戦い続ける純粋なる攻撃力。名前はそうね、ソードゴーレムとでもしておきましょうか。剣の自動人形。さあ戦いなさいゴーレム、お前の敵を滅ぼすために。
大丈夫だ。俺たち3人なら勝てるはずだ。ああ、行くよ、みんな。これは…その探検を使うのよ。誰ですか？あなたたちの味方よ。早く探検を床の昇降板に差しなさい。ですが、このままでは二人が…時間は私が稼ぐから、急いで。ダメだ、もういい、逃げろ。よかった、間に合った。最後に一緒に戦えて、腕頑固者、ニーもトキ、ロウをねぎらい、お前の好きな本棚の片隅で望むように生きよと言うたじゃろうに。キリト、この方は一体？名前はカーディナル。200年前にアドミニストレーターと戦い追放された、もう一人の最高司祭だ。大丈夫、味方だよ。俺と勇士を助けてここまで導いてくれた人だ。この世界のことを心から愛し、また憂いている。カーディナル、あれがシャーロットの真の姿だったのか。彼女は俺たちを救ってくれた。俺たちのために自分を犠牲にしたんだ。なぜ、なんでそんなことが。この子はもう50年も生きておった。その間ずっとわしと語らい、多くの人間たちを見守ってきたのじゃ。お主に張り付いてからでも早2年。それほどの時を共に過ごせば、たとえフラクトライトを持たずとも、たとえその知性の本質が入力と出力データの蓄積に過ぎなくとも、そこに真実の心が宿ることだってあるのじゃ。そう、時として愛すらも貴様には永遠に理解できぬことであろうがな、アドミニストレーター、うつろなるものよ。来ると思ったわ。その坊やたちをいじめていれば、いつかはカビ臭い穴蔵から出てくると思ってた。それがお前の限界ね、おちびさん。私に対抗するための手駒を仕立てておきながら、それを駒として使い捨てることもできないなんて、まっったく、どしがたいわね、人間というものは。ふん、しばらく見ぬうちに、貴様こそ随分と人間の真似が上手くなったものじゃな。200年の間、ずっと鏡を相手に笑う練習でもしておったのか。あら、そういうおちびさんこそ、そのおかしな喋り方は何のつもりなのかしら。200年前、私の前に連れてこられた時は、心細そうに震えていたのに。ねえ、リセリスちゃん。貴様、この場所のアドレスを切り離したな。200年前、あと一息で殺せるというところでお前を取り逃がしたのは、確かに私の失点だったわ。あのカビ臭い穴蔵を非連続アドレスに設置したのは私自身だものね。だからね、私はその失敗から学ぶことにしたの。いつかお前を誘い出せたら、今度はこっち側に閉じ込めてあげようって。
ネズミを狩る猫のいる檻にね。つまり貴様自身もこの場所に完全に囚われたということじゃ。そしてこの状況ではどちらの陣営が猫でどちらがネズミなのかは確定しておらぬと思うが、何せ我々は4人、そして貴様は1人。この若者たちを侮っておるのならそれは大いなる過ちじゃぞ。4人対1人？いいえ、その計算はちょっとだけ間違ってるわね。正しくは4人対300人なのよ。私を加えなくてもね。何？4人対300人？貴様、貴様、なんという非道な真似を。貴様は統治者じゃろうが。その剣人形に変えた者たちは本来貴様が守るべき民ではないのか。民？民って人間？人だというのですか、あの怪物が。ご名答、やっと気づいてくれたのね。私は支配者よ。私の意志のままに支配されるべきものが下界に存在していればそれでいいの。たとえその形が人だろうと剣だろうと、それは大した問題じゃないわ。貴様。あら、揃って黙り込んじゃってどうしたの。大体これはあくまでプロトタイプなのよね。いやったらしい負荷実験に対抗するための完成形を量産するにはざっと半分くらいは必要かなって感じだわ。半分とは？半分は半分よ。人界に存在する約8万のヒューマンユニットの半分、4万ユニット、それだけあれば足りるんじゃないかしら。ダークテリトリーの進行を退けて向こう側に攻め込むのにね。どう？これで満足したかしら、アリスちゃん。あなたの大事な人界はちゃんと守られるわよ。最高司祭様、もはやあなたに人の言葉は届かない。故に神聖術師として尋ねます。その人形を作っている30本の剣、その所有者は一体どこにいるのです。ソードゴーレムを構成する一本一本の剣が記憶解放によって動いているのであれば、剣とその主の間に強固な絆が必要となる。私とこの金木犀の剣、他の騎士たちとその神器、あるいはキリト、ユージオと彼らの剣のように、主は剣を愛し、また愛されなくてはならないはずです。答えは坊やたちの目の前にあるわ。ユージオにはもう分かってるはずよ。ユージは何に気づいたんだ。キリト、あの天井にはめ込まれている水晶、あれはただの飾りじゃないんだ。あれはきっと聖護騎士たちから奪われた記憶のかけらなんだ。な、それならあの中には6年前のシンセサイズによって奪われた騎士アリスの記憶も含まれているはずだ。もしそうなら2年前ルーリットの北の洞窟でユージオの傷を治療する中で聞いた声の主はアリスの記憶のかけらなのかもしれない。それはつまり騎士から奪われた記憶、それ自体も独立した思考力を持っているということにならないか。あまれクイネラ、貴様はどこまで人をもてあそぶつもりなのじゃ。あら、さすがと言ってあげるべきかしらね、おちびさん。聞かせてくれるかしら、あなたの回答を。フラクトライトの共通パターン、そういうことじゃろ。シンセサイズの秘技で抜き取った記憶ピースを新たなライトキューブにロードした精神原型に挿入すれば、それを擬似的な人間ユニットとして扱うことは可能じゃ。しかしその知性は極めて限定され、ほとんど本能的衝動しか持たぬ存在となるじゃろうから、
とても武装完全支配術などという高度なコマンドを行使することはできん。つまり天井で輝く水晶は最愛の誰かの記憶を与えられた赤ん坊ということなのか。じゃがその制限にも抜け道はある。それはつまりフラクトライト原型に挿入した記憶ピースとリンクする武器の構成情報が限りなく共通するパターンを持っている場合じゃ。具体的には聖号騎士たちから奪った記憶に刻まれた最愛の人間自身をリソースとして剣を作った、そういうことじゃな、アドミニストレーターよ。剣の所有者は聖号騎士たちから奪われた愛する誰かの記憶、そして剣はその愛する誰か、例えばエルドリアの母親やディソルバートの妻、そして彼女たちの近しい親族を素材にしているのか。つまり31人の聖号騎士の記憶のかけらの持つ思いが彼らの愛した300人の人間でできたソードゴーレムを動かしているのか。けど赤ん坊レベルの思考力しか持たないはずの記憶のかけらたちは一体いかなる衝動、いかなる感情によって巨大なソードゴーレムを動かしているのか。欲望よ、触りたい、抱きしめたい、自分のものにしたい、そういう醜い欲望がこの剣人形を動かしているの。天井に固定された騎士たちの記憶はすぐそばに愛する者がいることを感じているわ。でも触れない、一つになれない。苦しいほどの飢えと渇きの中で見えるのは敵の姿だけ。だから戦う。どんなに傷を負っても何度倒れても起き上がって永遠に戦い続けるの。どう？素敵な仕組みでしょ。本当に素晴らしいわ、欲望の力というものは。違う！誰かにもう一度会いたい、手で触れたい、その感情を欲望などという言葉で汚すな。それは純粋なる愛じゃ。人間の持つ最大の力にして最後の奇跡、決して貴様のようなものがもてあそんでよいものではない。同じことよ、愚かなおちびさん。愛は支配、愛は欲望、その実態はフラクトライトから出力される信号に過ぎない。私はただ最大級の強度を持つその信号を効率よく利用しただけよ。お前が用いた手段よりもっとずっとスマートにね。お前にできたのはせいぜい無力な子供を 2,3 人牢絡する程度のこと。でも私は違うわ。私が作った人形には記憶フラグメントも含めれば300ユニット以上もの欲望のエネルギーが満ち溢れている。そして何より重要なのはその事実を知った今、お前には決して人形を破壊できないということよ。なぜなら人形の剣たちは形を変えただけの生きた人間どもなのだから。ああそうじゃな、わしに人は殺せぬ、その制約だけは絶対に破れぬ。人ならぬ身の貴様だけを殺すために200年の時を費やして術を練り上げてきたが、どうやら無駄だったようじゃ。なんて愚かな、なんて滑稽なのかしら。お前ももう知っているはずなのに、この世界の真実の姿を、そこに存在する命なるものが書き換え可能なデータの集合に過ぎないことを。それでもなおそのデータを人間と認識し殺人禁止の制約に縛られるとは、愚かさもここに極まれりだわね。いや、人だとも食い狙いよ。アンダーワールドに生きる人々は我々が失ってしまった真の感情を持っている。笑い、悲しみ、喜び、愛する心をな。人が人たるためにそれ以上の何が必要であろうか。魂の入れ物が
ライトキューブだろうと生体脳だろうと、それは本質的な問題ではない。わしはそう信じる。故に誇りと共に受け入れよう敗北を。じゃが一つ条件がある。わしの命はくれてやる。代わりにこの若者たちの命は奪わんでやってくれ。あら、この状況で今さらそんな交換条件を受け入れて、私にどんなメリットがあるのかしら。さっき言うたじゃろ、ひたすら術を練り上げてきたと。戦闘を望むなら、その哀れな人形の動きを封じながらでも貴様の天命の半分くらいは削ってみせるぞ。それほどの負荷がかかれば、貴様の心もとない記憶容量がさらに危うくなるのではないか。別に結果の分かっている戦闘ごときで私のフラクトライトが脅かされたりはしないけど、でもまあ面倒ではあるわね。その逃がすっていうのは、この閉鎖空間から下界のどこかに飛ばしてやれば条件を満たすのよね。今後永遠に手を出すななんてことなら拒否するわよ。いや、一度退避させるだけでよい。彼らならきっと。ま、いいわ。私も面白い遊びを後に取っておけるしね。じゃあステイシア神に誓いましょう。おちびさんを。いや、神ではなく貴様が唯一絶対の価値を置くもの、自らのフラクトライトに誓え。ダメだ、これじゃあ俺たちの8年前と同じだ。目の前で大切な人が奪われるのを見逃すことなんてできない。じゃが、わしにソードゴーレムは。俺たちがやる。俺たちがソードゴーレムを殺す罪を背負う。だから生きてくれカーディナル、そして力を貸してくれ。私も同意見です。騎士として司祭様を犠牲に自分だけが生きながらえるなど到底できません。まったく、意固地な奴らじゃ。わかった、力を貸そう。とはいえ無策でどうにかできる相手ではないぞ。僕に考えがあります。ユージを。キリト、僕はアドミニストレーターに惑わされ君とアリスに剣を向けてしまった。それなのにその罪を償うこともできないまま、今度はカーディナルさんの犠牲で命を救われようとしていた。キリトの言う通り、僕は再び8年前の過ちを繰り返すところだった。それだけはダメなんだ。今度こそ僕が助けるんだ、みんなを。カーディナルさん、僕を、僕のこの体を剣に変えてください。あの人形と同じように。ユージオ、そなた。僕らがここから逃げたら、アドミニストレーターは世界中の人間たちの半分をあの恐ろしい怪物に変えてしまう。その悲劇を防ぐための最後の可能性が残されているとすれば、それはこの術式の中に。システムコール、リムーブコアプロテクション。良いのかユージオ、元の姿に戻れるかどうかわからぬぞ。いいんです、これが僕の役目。僕が今この場所にいる理由なんです。そうだ、最後にこれだけは伝えておかないと。カーディナルさん、それにキリト、アリス、最高司祭に金属の武器は届かない。だから僕はもらった探検をさせなかったんだ。そうだったのか。それじゃあお願いします、アドミニストレーターが気づく前に。ダメだ、やめろユージオ。だってもし元に戻れなかったら、お前は、お前の望みは。いいんだキリト、これが僕のなすべきことなんだ。そんな。
よかろうユージよ、我が術式をそなたの決意に捧げよう。キリト、頼む。ようやく見つけたんだ。ユージよ。わかった。カーディナルが術式を完成させるまで俺とアリスでしのぐ。待ってください、私と二人だけでソードゴーレムと戦うつもりですか？大丈夫だ、俺たちなら。しかし私にあなたとの記憶はありません。共に戦った経験も信頼も少ない、そんな状態であなたと友情のようには戦えません。それなのに耐え切ることなどできるのでしょうか？これは。どうした？声が聞こえる。声？記憶がなくとも今日ここでキリトやユージオと共に戦ってきた記憶は本物だと。だからあなたは戦える、そう彼女が言っています。彼女？アリス・ツーベルク。いいでしょうキリト、彼女の言う通り、記憶がなくとも我々が掲げる思いは同じ。共にソードゴーレムへと挑みましょう。ああ、行くぞ。リセリス、余計な真似を。術式を模倣しようが、そのような貧相な剣一本で私の殺戮兵器に対抗できるはずもない。つまらない悪あがきをしてくれるわね、ちびっこは。せっかくの楽しい記憶に傷がついちゃうじゃないの。でもせいぜいプロトタイプを一つ壊すくらいが限界だったってことよね。あんなものこれから何百何千個と作れるんだもの。あら、まだやる気なの、ボーイ。好
隙間をつついて私の人形を崩したくらいで、ずいぶんと強気じゃない。一人で行かせるもんか。ユージよ、お前は長い間自分を責め続けていた。アリスを救えなかったことを悔やみ続けてきた。その悔恨の半分は本来俺が背負うべきものだったんだ。だから一緒に戦おう。俺たち二人の力でアリスを取り戻すんだ。許さん、ここは私の世界。招かれざる侵入者にそのような振る舞いは断じて許さん。膝をつけ、首を差し出せ、標準せよ。違う、あなたはただの三奪者だ。世界は、そこに生きる人々を愛さない者に支配者たる資格はない。愛は支配なり。私は全てを愛する、全てを支配する。
よもや剣が二本ともに金属ではないとはね。こうなれば仕方ないわ。予定より随分と早いけれど、一足先に行かせてもらうわね。いや、どこにも行かせない。ここで決着をつける。意外な結果だわ。ここに残るリソースをかき集めても追いつかない傷を負うなんてね。もう終わりだ。認める。私はこの世界の支配者、最高司祭アドミニストレーター。この私に死などありえぬ。絶対に認めるわけには。アリス、カーディナル、お見事でした。俺たち本当に倒したんだよな、アドミニストレーターを。うむ。ユージオ、大丈夫なのか？キリト、僕は大丈夫だよ。ありがとうございます、カーディナルさん。よかったです。そうだ、カーディナル、俺がここに来た理由があって。落ち着くのじゃ、キリト。あれ、見てみ、お主らが守った世界じゃ。俺たちが守った世界。キリト、もしかして泣いているのかい？泣いてなんかないよ。大体誰のせいだと思ってるんだ。俺、もしお前が死んだり剣になったまま戻れなかったらって、だから二度と一人で行こうとなんてするな。大丈夫だよ、キリト。僕はここにいる。それに君が僕と一緒に戦ってくれた。だからアドミニストレーターを倒すことができたんだ。当たり前だろ。いつだって俺とお前は一緒に冒険してきたじゃないか。これまでもこれからも変わらない。うん、そうだね。こうしていると、毎晩一人で見上げた
夜空の星を思い出すよ。ここから見る夜空も変わらないんだね。ええ、とても美しい光景です。世界は僕が思っている以上に小さくて、たとえ離れていてもこの夜空でつながっているんだ。ああ、どんな時でも見上げれば夜空はそこにあって、僕を優しく見守り包んでくれた。なんだかキリトの剣の輝きにもよく似てる気がするな。そうだ、キリトの黒い剣、夜空の剣って名前がいいな。どうだい、キリトとその剣ならできると思うんだ。この小さな世界を夜空のように優しく包むことが。夜空の剣、ああ、いい名前だ。ありがとう、ユージオ。どうやらユージオには命名の才能があるようですね、キリトと違って。おい、なんで最初から俺に命名の才能がないって決めつけてかかってくるんだよ。ねえ、君たちはずっとこの夜空みたいに僕のそばにいてくれたんだね。たとえ記憶を思い出せなくても、僕の魂には確かにアリスとキリト二人の思い出が刻まれていた。僕は一人きりなんかじゃなかったんだ。ああ、思い出が消え去ることはないんだ。アリスの記憶と一つになった時にも感じた。アリスもずっと僕を見守ってくれていたってね。ええ、彼女、いえ、もう一人の私はきっとあなたたちを待っていたのです。アリス、不思議ですね。記憶はないはずなのに、こうしているとどこか懐かしい気がします。ああ、俺もだよ。あ、あの星、なんだろう、名前が思い出せないな。一番強く光ってるんだけど。ね、どれだよ。あれではないですか。あれとかあの星じゃわかんないって。俺たちはアドミニストレーターを倒し世界を守った。ただ最終負荷実験を控えている以上、これから先に何が待ち受けているかわからない。それでも人によって作られたこの世界は確実に変わっていくだろう。人々の魂が悩み迷いながらも輝くことのできる世界へと。キリト、いつまでほうけておるつもりじゃ。お主にはまだやるべきことがあるじゃろ。やるべきこと、こっちじゃ、ついてこい。システムコンソール、一体これは。これは外の世界とつながるための道具だ。外の世界、アドミニストレーターは君のことを向こう側の人間だと言っていた。教えてくれキリト、君は一体何者なんだ。俺はアドミニストレーターの言う通り、この世界の人間じゃない。この世界の外側にある別の世界、リアルワールドという場所からやってきたんだ。それじゃあ記憶がないってのは。ごめん、嘘だ。でもどうして自分がこの世界に連れてこられたのか、それについては俺もわからないんだ。
だからリアルワールドとつながるこの道具、システムコンソールを目指してここまでやってきた。ユージを今まで黙っていてごめん。いいよ、許す。ユージを、君がどこから来たかなんて僕には関係ないんだ。キリトがいなければ僕はルーリットの村を出ることもなく、アリスを助けるためにここまで来ることもできなかった。ありがとうキリト。こちらこそありがとうユージオ。お前がいなかったら俺もここまで来られなかった。話は済んだかの。問題はまだまだ残っている。来たるべき暗黒界との戦争、そして聖豪騎士たちの奪われた記憶。ええ、そうですね。じゃがまずはギリとお主の問題が先じゃ。ああ、エクスターナルオブザーバーコール。菊岡さん、聞こえるか？キリト君、キリト君なのか？久しぶりだな、菊岡さん。なんてことだ、記憶がロックされていないのか。俺はこの瞬間を待っていた。あんたとは話さなければいけないことがたくさんある。菊岡さん、あんたのしたことは。キリト君、これは。キリト！カーディナル様、一体何が？わからん。肉体への傷はおろか、天命の現象も一切ないようじゃ。キリト君、返事をしてくれ。お主、キリトに何をしたのじゃ？君は？わしはキリトの友人じゃ。お主がキリトに何かしたのではないのか？いや、こちらからは何も。そうか。キリトはお主と話している最中、いきなり倒れたのじゃ。なんだって？キリト君は無事なのか？生きてはおるが、呼びかけに応えん。至急、原因をこちらで調べてみる。あなたがキリト君の友人だというのなら、キリト君の体を安全な場所で保護してほしい。無論じゃ。それでは、一度切らせてもらう。話は聞いておったな。ひとまずキリトの体を安全な場所に移す。それからどうするんです？キリトが倒れる直前、何らかの神聖術が行使されたのを感じた。もしかしたらアドミニストレーターがシステムコンソールに罠を仕掛けていたのかもしれん。まずはキリトに何が起きたのかを調べるところからじゃ。ユージよ、手を貸してくれんか？はい、私も付き添います。いや、アリスには他にしてもらうことがある。何でしょうか？氷協会の混乱した状況をこのままにしておくわけにはいかん。チュデルキンとアドミニストレーターの死、そして奴が進めていた計画、それらを聖豪騎士に伝えた上で組織を再建する必要がある。わしが最高司祭という立場を使って事実を伝えることも可能じゃが、それでは半ば無理やりに理解させるようなものじゃ。仲間である聖豪騎士の口から事実を伝え、個人に判断を任せるべきだとわしは考えておる。無論全てを伝えることだけが正しいというわけではない。時には伝えないことで相手を救う場合もある。誰に何を伝え、誰に何を隠すのかはアリス、お主に任せる。わかりました。まずはおじさま、ベルクーリ閣下のところへ行こうと思います。騎士長か？はい、あの方ならきっと正しい判断をしてくれるはずです。わかった、頼んだぞアリス。